表現は一人一人が持っている思いを感じのある動きで表現することが楽しい運動です。はい、学習の始めには心と体をほぐす運動から始めると良いでしょう。軽快なリズムに乗って踊ることにより、心と体がほぐれ、表現しやすい体になります。新聞紙は気がつかないうちに様々な動きを経験することができます。新聞紙の質感をよく捉えることが大切です。体全部が新聞紙だよ。足の先まで。そう。新聞紙なーれ。飛んでっちゃった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 。一気にいくよ。ポーン。落ちても新聞紙。エアスポーツはスポーツ場面を即興的に表現します。大きく動くのよ、大きく。本時の活動につながるように心と体をほぐす運動を展開すると学習が深まります。読んでみて。3、はい、激しい感じ。言い方ももう1回。3、はい、激しい感じ。すごい。っていうのも今日はね、みんなで動いてもっともっと広げたり、グループで動けたらいいなっていうふうに思います。まずは自分が思いつく激しい感じのものを次々と即興で表現してみます。自分が思いついた激しい感じの表現を今度はグループでパッと即興してみます。一人一人が思いついた表現を順番にやってみることにより、自分では思いつかなかった表現や一人ではできない表現を体験できます。せーの。それがさっきのね。面白かった。あれピーヨー、ピーピーピー。ここもあったね。あ、これはなかったな。どう？水風船やったことある人？水風船ってどういう風にやるの？いや、だから水入れてどうするの？バーンって当てるの？当てるとどうなる？バーン。バシャーン。経験ある？あ、やってみたら何かが面白かった。そうしたらそれをグループで続けてやりたいなと思います。グループでやってみたい表現が一つ決まったら、人流れの表現にしていきます。始め、中、終わりで、中の部分が今ね、激しいところをやってもらったの。じゃあ、その、例えばここはびっくり箱なんだけど、びっくり箱の中が生きるためには、最初と最後はどうしようかなって。大げさに動けたり、すごく差をつけてメリハリをつけて続けられる。一回だったらね、バーンだけじゃね、終わっちゃうもんね。 U は今始めます。
それでは各グループの表現を見てみましょう。表現の発表を見ていたみんなが自分たちもやりたいとみんなで火山を表現することになりました。大人数で表現すると迫力が出ますね。このように表現は互いの良さを生かしながら一緒に踊ることが楽しい運動なのです。